昔々加賀のお殿様の家来が湯の峠を越えて今城のそばまでやってくると道に大きな大蛇が横たわっていました人々は怖がって大蛇をまたいで先に進む者は誰もいませんでも加賀のお侍は大切な用事を言いつかっていたので 迷うことなく大蛇をまたぐと、急ぎ足で遠ざかっていきました。そして用事を済ませて、再びこの地に差し掛かると、先ほど大蛇がいたところに、美しい女の人が立っていて、侍に頭を下げると言いました。私は、ヤ社ャ家に住む大蛇です。あなたの勇気に感心いたしました。 ついては、そのあなたにお願いがあるのです。実は、池の中にもう一匹の大蛇がいて、私に喧嘩を売ってくるのです。私たちはいつも蝶に化けて池の上に舞い上がり争っていますので、青い腹の私ではなく、赤い腹の相手の方を矢で居殺してほしいのです。 それを聞いた侍は、引き受けてもよいが、ただし少しばかり弓の練習をしてからにしたい、と答えました。それから侍は十分に稽古を重ねて、納得がいくと約束通り夜社会系と出かけました。池の淵に立ってしばらく待っていると、池の中から 突然二匹の大蛇がもつれ合いながら姿を見せたかと思うと、赤と青の腹を見せる蝶になって、ますます激しく争っています。これは、あまりにも二匹の蝶の動きが早いので、どちらが赤い腹の蝶かわかりません。しかし、このまま引き下がっては武士の治れ。侍は意を決すると、 赤い腹をした蝶がどちらかわからないまま矢を放ちました。すると天の助けか。矢は見事に赤い腹の蝶に命中しました。赤い大蛇が死んだのを確認すると、青い大蛇は美しい女の人の姿で出てきて。ありがとうございます。おかげさまで憎い相手をやっつけることができました。 お礼に、この肩袖を差し上げます。この袖は、振るといつでもお金が出てくる宝の振り袖です。ただし、あなた以外の人、たとえそれが身内のものでも、決してこの袖を見せたりしないようにしてください。というと、自分の着ている着物の肩袖を引き破って、侍に手渡しました。 侍はその振り袖を家に持って帰り、人の目に触れないところをと考えて、タンスの奥深くに隠しました。そして人の気配がしなくなった頃を見計らっては、振り袖を取り出して、必要な分のお金を出したのです。ある日のこと、侍が用事で出かけた留守に、おかみさんが、 タンスの整理を始めました。一段ずつ丁寧に片付けていき、いよいよ、例の振袖が隠されてある引き出しに手をかけました。そして、その中にとても美しい振袖があるのに気づくと、なぜこんな場所に振袖がしかも片袖だけ。もしや、と、ある考えに至った女将さんは、 怖い顔で、その振り袖をいろりの中に突っ込んで、燃やしてしまいました。さて、しばらくして、侍が帰ってきました。タンスの中にしまってある振り袖を確かめようとしましたが、どこを探しても見当たりません。そこで、侍は、おかみさんを呼びつけて、このタンスの中にあった振り袖を知らないか と、尋ねますとおかみさんは、あなたあなたは、私というものがありながら、よくもよくもと、とうとう泣き出してしまいました。それで、仕方なく、侍があの振り袖の言われを話して、無事に焼きもちの方は収まったのですが、金を生む振り袖はもうありません。 ない袖は触れぬか。嘘かまことか、ない袖は触れぬという言葉は、ここから始まったそうです。